骨折して手術した後に歩き出したら息が苦しくなった、さあこの疾患何っていう。1番労作性狭心症、2番肺塞栓、3番心房細動、4番急性肝症候群ですよと、ね、ちなみにこの絵ね、この絵は何かっていうと、なんか骨が輪切りっぽく見えて、これ CT ですよと。で血管のところが白く造影されてますよってね、造影 CT だよっていうね、いうことです。これ分かるかな、みんな。こちら、あ、何、全然、もうそうか、俺とそうか、肺塞栓って言っちゃったもんね、俺ね。でね、これね、みんな覚えておいてほしいんですけど、肺塞栓ってね、なんていうのかな、シュチュエーション、僕なんかちょっとなんか喋れなくなった。その状況が重要なんですよ。例えばエコノミークラス症候群とかって言ったりすると思うんですけど、なんかすごくずっと座っていて足に血栓ができて動き出した時に胸がおかしくなるとか、今回も手術をした時にずっと安静にしてたわけ、それが安静が解けて、足に安静してる間にね、足に血栓とかができちゃうわけですよ。静脈にね、静脈に血栓ができて動き出した時に、肺動脈に詰まって肺塞栓になっちゃうよっていうことで、結構この状況が重要なんですよっていうことね、いうことですか。で、いやいや、その急性肝症候心筋梗塞もあるかもしれないんじゃないかなんていうふうに思うかもしれないけれども、もちろんね、可能性としてはあるんだよ、可能性としてはあるんだけど、動き出した時にですよと。であとはこうね、肺動脈にね、血栓が詰まっているので急性肝症候群ってことはないよってことね。肺塞栓です。さあ画像一発問題いくよ。画像一発問題です。これなんだみたいな、これ何これ何わかるかな。これで頑張れ。15秒差し上げます。1番動脈解離、2番動脈瘤、3番閉塞性動脈硬化症、4番下肢静脈血栓症。さあどれだ、これわかるかな。正解はイエス、動脈瘤です。これもしこれ動脈瘤が分かんなかった人は、おそらく腎臓と位置関係がね、分かんなかったと思うの。だから動脈瘤の画像をチェックして、 Google さんで、まあ、もちろん教科書とかね、教科書とかってその1点だけしか出てこないから、 Google で画像検索をするときっとね、腹部動脈瘤とかってやると腎臓とさっきみたいな絵が出てくるから、あ、大体そういうことだなっていうのをね、イメージしといてねっていうことですから、もしかして動脈瘤ちょっと苦手みたいな人はチェックしといてよっていうね。次いくよ。はい、これ何ですか。1から4選んでね。さあこれは、お、何、みんなできてるじゃん、すごいね。動脈解離ですよってね、これね、これが解離、よく分かってるね、素晴らしい。さあ次いきますよ。これ何って、多分問題的には最後かな、これね、18分の18だもんね。いくよ、これ何っていう。はい、これ何ですか。1番大動脈、あ、動脈解離、動脈瘤、3番が、閉塞性動脈硬化症、4番が下肢静脈血栓症。さあどれですか。さあ、お、ちょっと驚き、閉塞性動脈硬化症です。下肢がエソンになってる。エソっていうのは、なんていうかな、足の心筋梗塞みたいな感じ。これちょっと説明しといた方がいいんだね。閉塞性動脈硬化症っていうのは、心臓から足に行く動脈に動脈硬化が起きます。動脈ね、だから足に血がいかないの。足に血がいかないから足がエソを起こしたりします。エソっていうのはこの黒くなっちゃったりしたり、潰瘍を作ったりします。良いですか。なんかイメージで言うと、ちょっと間違ってるイメージかもしれないけどさ、例えば僕が指をさ、例えば輪ゴムとかずっとやっといてさ、やるとさ、縛った向こうの先のところはさ、紫色になっちゃうわけじゃん。ずっとやっていくと、こっちの細胞が壊死して、ずっとやっていくと指が腐っちゃうわけ、簡単に言うと。
ね、それが、まあ、今は、ね、その僕の喋ってるのはその物理的に人間なんか作ったけれども、足に動脈硬化があって、例えば糖尿病とかずっとタバコ吸ってる人っていうのは足に動脈硬化がきます。で、足に動脈硬化が来ると動脈ね、動脈っていうのは心臓から行く方を動脈っていうからね、動脈に行くとああいうように黒くなります、足が。ところが静脈っていうのは全然違って、静脈っていうのは行った血流がね戻ってきます。だから行く方は大丈夫なんですよ、静脈血栓っていうのは。つまり足の方にむくんでるかもしれないけど、静脈血栓はね、足の方に血流が行くんですよ。だから足が腐るってことないです、静脈血栓は。例えば簡単に言うとエコノミークラス症候群とかって言った時にさ、長時間狭いところに座ってると足に静脈血栓ができるわけで、その時に足が腐るわけじゃないんだよね。だから閉塞性動脈硬化症と下肢静脈血栓症、みんなチェックしといてよ、よくその違い、動脈と静脈って全然違うんだよ。静脈っていうのは足から帰ってくる血流だから、帰ってくるのが血栓によって帰ってこれなくなっちゃうからむくみになるんだよっていう。静脈血栓症は足が腐らないよっていうね、それ覚えておいてね。え、これ何、こう出るんだって、皆さんすごい。オリさん、誰かは知らないけど、オリさんすごい、オリさんチャンピオン。え、僕これ初めてなんですよ。今度からもこれ使おうと思う、ね、あの僕ちょっと知ったふりしてこんな授業してるけど、全然こんな機能が出てくるなんて全然知らなくてどうなっちゃうんだろう。でテストできないんだよ、その1対1とかでやってると。だから今日初めて、今度からこれ多頭しよう。オリさんおめでとうございます。だけどさ、みんなさすごいね、もうほとんど点数なんてね、あのこれ上位10人出したんですけどね、上位10人だと思う、きっときっとね、素晴らしいです。はい、いくよ。間欠性跛行が出現するのはどれか、1234どれですか。僕の意味合いから言うとね、今日の授業の解剖から始まって、解剖っていうのはその位置から始まって、で検査、生理機能とかから始まって、それから画像に入って、で心不全に入って、虚血性心疾患に来て、今はね動脈疾患やってるわけ。動脈疾患、あ、肺塞栓って1個入ったけど、動脈疾患っていうのは動脈瘤解離、それから閉塞性動脈硬化症ですね。で、答えはどうかというと、素晴らしいね、閉塞性動脈、間欠性跛行っていうのは足の狭心症みたいなやつね、足に行く動脈が動脈硬化を起こしちゃって、安静にしてるときはいいんですよと、間欠性跛行はね。でも歩いたりすると足に行く、筋肉に行くなんか栄養とか酸素がなくなってきちゃって、足が痛みが出て休んじゃうよってことね。素晴らしい。だからこれ123を何かの理由で間違えてボタンを押したんだったらいいんだけど、何かの理由で、123を選んだ人は、間欠性跛行要チェックだよ、要チェック、すごいチェックしといて。次行くよ。次血圧に行きます。収縮血圧の上昇をきたす要因はどれか、